いずれも懐かしい映画音楽のメドレーで幕が開きました。プログラムの第3部は題しまして、永遠のスクリーンミュージックでございます。しばし思い出の映画音楽で、さまざまな追憶とともに数々の名場面を再び心のスクリーンに蘇らせていただきましょう。それでは永遠の映画音楽、不滅のビッグスリーとも言うべき名曲から、まずは1955年、消しがたい面影を残してその短い生涯を閉じていったジェームス・ディーン、裏切られた運命の悲劇に泣く孤独の一青年を演じました感動と感激の名画、エデンの東からお届けしましょう。ジェームス・ディーンの追憶とともに、エデンの東でございました。代わっては1949年、光と影のサスペンススリラーの終作と言われました映画第三の男のテーマでございます。第二次世界大戦後廃墟になったウィーンの街に3人目の男を追って流れましたあのチターの旋律をもう一度胸に刻んでいただきます。ザ・サードマン・セーブです。
墓地から続く一本道をずっと向こうへ女が一人去っていくというあの印象的なラストシーンが思い出されます。第三の男でございました。スクリーンナンバーの3曲目は、春まだ浅い香港の小高い丘にアメリカの報道記者マークと混血のジョイとの儚いラブストーリーをウィリアム・ホールデンとジョニファー・ジョーンズの共演で絶賛を博しました映画墓場から、前編を通して流れましたあの感傷的な美しいメロディーをお聴きいただきます。 Love is a many splendors thing、 恋は儚くです。映画音楽特集、まず不滅のスクリーンミュージックから3曲お届けいたしましたが、ここで本日のゲストプレイヤーをご紹介したいと思います。華麗なタッチで映画音楽によりハーモニーを、ピアノの江草圭介さんでいらっしゃいます。ご声援どうぞ。さて、映画に映画音楽がどうしても欠かせませんように、映画音楽にはこの方の声を欠かすことができません。我が国ディスクジョッキーの草分けでもいらっしゃいます、ラジオにテレビにおなじみ関光雄さんの映画音楽招待席でしばらくはお楽しみくださいますように。関さんどうぞ。愛、ラブ、愛情を受け入れぬ心はないのです。愛する人を選び出すのは何という幸せでしょう。だからもし愛する人を失っても、私たちは再び誰かを愛することができるのです。
タイロン・パワー主演の愛情物語からショパンのノクターンを借りました。 To Love Again。気がついたんですが、ステージにクリップが落ちておりました。これ気がつかないと、もしかしたらお掃除の時にそのまま捨てられて、もしかしたらそのままゴミになってしまうかもしれない。しかし拾ってここへ置いとけば誰かが使うと思います。クリップ一つのことでも人とクリップの間につながりができたんですが、愛というのはやっぱりそういうつながりじゃないかと思います。ここでご挨拶申し上げますが、NHK FM 夜のスクリーンミュージック、毎週土曜日10時20分今晩ございますけれども、それからラジオ日本月曜日金曜日から10時32分から帯でやっております関光雄の映画音楽、その関光雄です。どうもよろしくお願いします。ある方によってはバカなことをやってきたなとおっしゃるかもしれませんけども、昭和22年から35年間映画音楽の紹介番組を続けてきました。まあこれは NHK その他放送局のおかげでもありますけれども、いやー考えてみるといろんな音楽が映画を通じて流れました。そして例えば俳優さん一人にしましても、今の愛情物語、タイロン・パワー1958年にまだ45歳でしたが亡くなってしまいましたけども、
この頃は二枚目とか美男子とかハンサムの代名詞としてタイロンパーが使われたわけです。60年代入りますと二枚目とか美男子の代名詞はアランドロンに変わってまいりました。そのアランドロンを有名にしたのが例のルネ・クレマン監督の太陽がいっぱいです。ルネ・クレマン監督は音楽のことをあまり知りません。そこでイタリアの割合親しかったニーノ・ロータという人に、音楽を先書いてくれないか、その音楽ができてから私は映像を作るよと。そこでニーノ・ロータという人は本職ではありませんけれども音楽家としては最高の人です。そこで音楽を書いてクレマンさんに渡した。その音楽をもとにしてアラン・ドロンが主演した太陽がいっぱいが出来上がったと言われています。ロータさんは今から3年前に亡くなりました。そう、今日私どもは映画音楽やるときはスライドとかあるいはスクリーンを使うわけなんですが、大変素晴らしいスクリーンはあるんですけれども、皆さんの想像のスクリーンをここに描いていただいて太陽がいっぱいを聴いていただきましょう。そう、そうですね、浜辺からちょうどアラン・ドロンが胸毛を少し出しながら上がってきたというシーンを想像してください。太陽がいっぱいです。この太陽がいっぱいを描いたニーノ・ロータさんはさっき言いましたように67歳で亡くなりましたが、生涯独身でした。その理由を日本に来た時聞いてみました。そしたらば、自分のお母さんがあまりに素晴らしかったので、母の愛のためにとうとう今この年になってしまったと。そうです、彼が日本に来ました時は65歳だったと思います。母に対する愛、これも愛ですね。ところで
ニノ・ノーターさんはそれでいいんですけれども、アラン・ドロン、この太陽がいっぱいの時彼は24歳で、私は南フランスで会いましたけれども、とても素晴らしい、やはり、なるほど、僕とはだいぶ差があるなとしみじみ思ったんですが、ただ一つだけ私の方が少しいいなっていう点がありました。今ではありません、その当時です。歩くと彼がガニ股であることが分かりました。少しガニ股だった、今も治りましたけれど。さて、愛をテーマにしておりますけれども、愛にもいろいろあります。今の太陽がいっぱいは欲望という一つの執念、それが一つ愛の変形になって現れているわけですが、本当に女性を愛す、あるいは男性を愛する、これは年に関係ありないと思いますね。15歳の少女を愛した17歳の男性、この2人が愛し合う、それがもうちょうどエンドレステープのように繰り返し繰り返し執念深く、いろんなことがあってもそれを乗り越えて続いていくという、それがあの恐るべき女優だと思いますが、ブルック・シールズ、17歳とは思えません。彼女が主演したエンドレスラブですね。ライネル・リッチとダイアナ・ロスの2人の歌で大ヒットいたしました。その曲を聴いていただきましょう。 Endless Love。だいたい50年代60年代の曲が愛の曲として今晩ここに集まっておりますけれども、今のは81年一番新しい曲ですね。バーバラ・ストライザントという女優さんであり歌手である、そういう方をご存知の方もたくさん今晩いらっしゃってるかと思うんですが、まあ、彼女の顔で一番目立つのがあの大きな鼻です。この鼻が彼女を出世させたとも言えるわけなんですが、とても彼女自身は自信家であり努力家でありまして、大物になる、つまり成功するなら小物では嫌だと
と言ってとうとう大物になった人です。で彼女は、オーディションを受ける時でも普通の人がやらないようなこと、つまり私今日疲れたから腰掛けを持ってきてちょうだい、それを腰掛けて歌っていいでしょうと堂々とディレクターに言ったそうですが、まあそんなわけでそれを見ていたのが少し有名だったエリオット・グルトという男優です。すっかり好きになってしまいまして、バーブラのところに毎日のように電話をしたそうですね。ある雪の日にこの2人が会いました。午前2時半、街はほとんど人通りがありません。そしてこの2人は子供のように雪合戦をしたんですが、一当たりその運動が終わるとシーンと2人の間に静まりが来ました。そしてどちらかともなく歩み寄って接吻をしたわけです。これがこの2人の初めての接吻だと見てきたような嘘を私は言いますけれども、ところがこの時にエリオット・グールドはほんのちょっぴり唇に触れた、このちょっぴりという愛情がバーブラ・ストライザンドを打ったといいます。1963年にこの2人は結婚いたしました。しかしながら1971年に別れました。その時にバーブラはこう言っております。私たちは別れたんじゃないのよと、これは平和の別れ、結婚に敗れたのではない、必ず彼女は一つの信念を持って生きておりました。その彼女がロバート・レッドフォードと共演しました追憶から聴いていただきましょう。マーヴィン・ハイム氏が作曲してアカデミー賞を取った曲ですね、この辺で歌が聴きたいなと思ってらっしゃる方もいらっしゃいます。それでは追憶、柴田初美さんです。Misty watercolor memories for the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another.For the way we were. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? If we had a chance to do it all again, tell me, would we? Oh, memories, memories maybe, maybe beautiful, and yet what's too painful to remember? We simply choose to forget. Oh, it's the laughter.追憶、ご覧になった方もいらっしゃると思います。
愛し合いながらも考えが違うために結婚してそして離婚してしまう、その男女の20年間を描いたものですね。愛していても考えが違うとやはりうまくいかないものでしょう。1973年の映画でしたけれども、またタイムトンネルを20年遡ります。アラン・ラッドが主演したシェーンという映画がありますが、遥かなる山の呼び声というのはすっかり有名になりました。この音楽はビクター・ヤングが書いたわけですが、後に作詞がありまして生村泉さんなんかも歌ったわけですけれども、この間ある人にこの曲を聴かせたら、これは聞いたことありますよ、映画見たことありますかって言ったら、知りませんって言ってましたけども、まあその程度でしょうね、20年ぐらい前ですと。まあそういうわけで1953年の曲ですが、いまだにまだ評判を取っております。最後の打ち合いがすごかったですが、旅ガラスが開拓農民のために牧場主が雇った殺し屋を一瞬にして、確か23秒とか25秒とか言っていましたが倒してしまう、その中心人物がジャック・パランスという大変たくましい、今はもうスターですけれども、してした、したがって、まあ、パランスですからアラン・ラッドに打たれて、そしてパランスが狂ったんだろうと、こういうわけでございます。それでは遥かなる山の呼び声。去っていく旅ガラス、たくましい男性、その彼を引き止めようとする少年、少年の一種の愛情、親愛感といいましょうか、そこではシェーンカムバックという言葉が一番最後に
こだまするわけで、これが一番有名になりまして、最近ではそういうコマーシャルもございましたね。ただこれカムバックと言ってはっきり言いませんととんでもないことになるんで、シェーンカムバックったらビールの缶が戻ってきたっていう話がありますけど、これはまあ冗談ですが、次に出てまいります愛は親子の愛であり、そして夫婦の愛であり、そして兄弟の愛であり、それからマフィアという種族、一種族という言葉はちょっとおかしいですね、一族ですねの愛である。したがって掟を破るということは大変厳しいマフィアの話、これを意味軸も見事に描いたのはフランス・フォード・コッポラの出世作になりましたゴッドファーザーです。先ほどニーロ・ロータが大変美しい曲を書きました。ロータさんに会った時に聞いてみましたらば、これはシシリーという島があります。これはまあ鉱山のストーラーといってマフィアの生まれたところとなっておりますが、そこにある民謡を使ったんだと言っています。ゴッドファーザーの愛のテーマは実はその神話シシリにある民謡なんですね。歌にもなりました。心の中で歌っていただきましょう。ゴッドファーザーから愛のテーマです。ニーノ・ローさんが日本に来ましたときに能、お能ですね、あれを見に行くように勧めて、そして見て帰ってまいりましたときに感想を私聞く前に自分で独断的につまんなかったでしょニーノ・ロータさんと言いましたら、彼はおう、ノーと言いましたけども、分かっていただけましたかしら。こういうくだらないディスクジョッキーをやってる関光雄でございます。私のコーナーはこれで終わりでございますが、キーワードを申しませんと、下平さんが出てこられないというわけです。このキーワードはちょっと変わっております。あ、映画音楽
人生の BGM です。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。ジェット機を下駄の代わりにして世界を飛び回っていらっしゃる関光夫さんでございますけれども、ステージジョッキー映画音楽招待席でございました。さて、歌は世につれ、世は歌につれと申しますが、映画もまたその時々の時代の中で人々にさまざまな夢や感動を与えて、時の流れと同時に生きてまいりましたけれども、これからいくつかの懐かしいメロディーによりまして、めくるめく隅引きの青春の思い出や、あるいはまた時代の流れをオーバーラップしてまいりたいと思います。まず1963年、昭和38年といいますと、これは黒四ダムが完成いたしまして、巷ではお呼びでないという流行語が流行った年でございますけれども、この映画だけは若者たちの間で大いにお呼びであったそうです。この音でございます。お分かりになりますか。そうです、ドイツ軍捕虜収容所から奇想天外なアイデアで集団脱走を企てるという型破りな戦争アクション映画、スティーブ・マックイーンの大脱走のテーマです。監視を父に、一庶民の家庭生活をサンドロ少年の目を通して、その愛観を描いたイタリア映画鉄道員は、昭和33年、当時ロカビリーブームの中での公開でしたが、しみじみとしたこのメロディーとともに、深く人々の心にネガティブな残像を残して涙のロードショーとなりました。
世はまさに宇宙時代ですが、昭和52年スペースファンタジーの大作スターウォーズが登場しました。昔遥か彼方の銀河系でとてつもない大冒険が繰り広げられた。多くの SF 映画は未来に夢を求めてきましたが、限りなく遠い過去の大宇宙を舞台にしたこの華麗なアクションアドベンチャーは、ジョン・ウィリアムスの音楽で第4次元的なスペースロマンの世界を作り上げました。昭和31年、マンボブームに続いてチャチャチャ、リズム&ブルース、ロックンロールと次々と新しいリズムが海を渡ってやってまいりました。一方では太陽族が横行し、マネービルが流行語となったこの年、ロバート・ライアン、バージニア・メイヨの共演による一編の西部劇が封切られました。テキサスを舞台にカンサスの町フラットロックに押し寄せた無法と暴力の前に立ちはだかり、正義に生き抜いた一保安官の物語、誇り高き男です。日本でテレビジョン放送が開始された昭和28年、ルネ・クレマン監督感動のフランス映画禁じられた遊びは、敵機の銃撃で一瞬にして両親と子犬を失ってしまった少女ポーレットのあどけなく辛い悲しい反戦映画でした。
幼心に秘められた孤独感を詩情あふれるギターの旋律に託したこのメロディーは、後に国境を越え時代を超越して流れました。1939年は東京オリンピックの年です。そして東海道新幹線が開通、ロードショーではブーメの恋人、007は危機一髪、アカプルコの海といった名画が封切られましたが、中でも8つの部門でアカデミー賞を受賞し、文字通りこの年のナンバーワンピクチャーとなったミュージカル映画マイフェアレディは、ヒロインのイライザを演じたオドーリー・ヘップバーンの人気で、映画館は連日満員の盛況でした。映画マイフェアレディから踊り明かそう。実に六本立て映画の感じでお聴きいただきました。さあ、それではここで再び今夜のゲストシンガーでいらっしゃいます柴田初美さんをお迎えすることにいたしましょう。歌っていただきます。まずペニー・リーの歌で大ヒットいたしました西部劇映画大佐人からジャニー・ビターです。Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside.I was always a fool for my Johnny, for the one they call
guitar. What if you cry? What if you go? I love you. What if you stay? You can be kind. I know.There was never a man like my Johnny. For the one they call Johnny Johnny Guitar. What if you go? What if you stay? Yes, I love you. What if you curl? You can be kind. Yes, I know. There was never, never a manOr the one they call Johnny GuitarDo うもありがとうございました、ジャニーギターを聴いていただきましたけれども、私はいつも専属 の, グループといいますかミュージシャンがおりまして、いつも5人後ろに、初見の後ろについてくれてるんですけれども、これだけこうドーッと後ろにいてくれると気持ちのいいもんですね、実に。初めてお目にかかる方もたくさんいらっしゃると思います。改めてご挨拶させていただきたいと思うんですけれども、今日は本当にお招きいただきましてどうもありがとうございます。こんばんは、柴田初美です。こういう編成で歌わせていただくのって本当初めてなのね。で、もうリハーサルから、今日ずっとこのステージ本当に私自身楽しませていただいたんですけれども、割と私の場合はステージとかテレビなんかでね、割とアップテンポの曲歌う時が多くて、こういうスローな曲を本当に歌う機会がないんですけれども、久々に今日はじっくりと歌わせていただいたような気がします。今日招いていただいて私の最後の曲になるんですけれども、私の方から紹介をということなので、改めてさせていただくんですけれども、ご覧になられた方たくさんいらっしゃると思います。大ヒットしました、私のとっても好きな、もう本当に素敵なアーティストが主演しました、ミュージカルと言っていいんだと思います、キャバレイ、ライザー・ミネリーとってもね私好きで、で実際に彼女とテレビのお仕事を通じてお会いしたことがあって、もうねすっごく気さくでね、もう素晴らしい人なんですね。で私ほら外国の曲なんか歌う機会多いでしょ、だから向こうのアーティストとお仕事する機会たくさんあるんですけれどもね、普通はもう私はもう大スターって感じで、非常にこうなんていうのかしら、そうね、突っ張ってる人みたいなのが多いんですけれども、彼女の場合はすごくね気さくで楽しくて、でも一緒にいてねとっても楽しいのね。そういうこと自体がやっぱりそうだな、
日頃の生活からもう芸術家なんだなっていうような気がします。本当にそのショービジネスに生きているというね、もう普段毎日もう自分の普通の生活から人を楽しませるみたいなものを彼女はもう兼ね備えてる、まあ、そんな気がするんですけれども、彼女からね学ぶことがたくさんありました。その中の一つのエピソードをね皆さんにちょっとお話ししたいんですけれども、彼女がねステージに出る30分ぐらい前っていうのはね、やっぱりとっても緊張するみたいなのね。それでね、お水をすごい飲むの。その量はもうねすごいのよ、もう半端じゃない。あのね一升瓶あるじゃない、あれにね3本ぐらいもガバ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 飲むので、大丈夫なのかしら、本当にこれで歌えるのかな、もうすごく心配しました。で初見ホールの方に行って、でもう客席でねこうやって見てたの。そしたら彼女はほら動くでしょ、で踊るでしょ、で髪が短くて、でこうくるくるくるってこうターンなんかするとね、こうすごくこう熱いライトなんか浴びてるからすごく汗をかくので、お水いっぱい飲んでるもんだから余計にそのかく汗の量が違うのね。で彼女がバーッと回るとね、こう汗がね四方八方に飛ぶの。もうその飛び方ってもうすごいのよ。でねそれ見ただけでやっぱりわーってこうびっくりするじゃない。それも一つの彼女のステージのね演出なんですって。だからもうわーすごいもんだなって、やっぱり本当に世界を代表するアーティストっていうのはそんなとこまで気使うんだななんて、非常にね私なんか勉強になった部分があるんですけれども、そんな彼女のもう代表作と言っていいと思います。彼女の曲初見風に歌ってみたいと思いますが、聴いてください。キャバレー。What good at sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. So put down a knitting, a book, and the broom, 'cause time for a holiday. Life is a cabaret.Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn. Start celebrating right this way. Your table's waiting. Start by admitting from cradle to tomb. Isn't that long the way? Life is a cabaret, old chum.The cabaret. So put down the knitting, a book, and the broom, 'cause time for a holiday.Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn. Start celebrating right this way. Your table's waiting. Start by admitting from cradle to tomb. Isn't that long the way? Life is a cabaret, old chum.Come to the cabaret, old chum. Come to the cabaret. ジャニー・ビターとキャバレー、柴田初美さんでいらっしゃいました。ご出演の皆様に明大マンドリンクラブから花束が贈られます。どうぞ。本当にありがとうございました。エムザさん、本当にいいピアノありがとうございました。関光雄さん、ソフトな声をありがとうございました。
さあもう一度ご出演の皆さん、新たな盛大な拍手でお送りしていただきたいと思います。ありがとうございました。さあお送りしてまいりました永遠のスクリーンミュージック、いよいよラストナンバーでございます。最後は南北戦争を背景にレッドバトラーとスカーレットオハラの大ロマンを描いた世紀の超大作風と共に去りぬからタラのテーマでお別れしたいと思います。甲斐さん、アンコールいけますか。お声は特になかったようでございますけれども、口笛が鳴ったようでございますので、アンコールにお答えしたいということでございます。さあそれではアンコールにお答えしましょう。アレック・ギネスとウィリアム・ホールデンが主演いたしました映画戦場に架ける橋のテーマミュージックでございます。クワイガーマーチをどうぞ。
それでは明治大学マンドリンクラブ111回目の定期演奏会、これで幕にさせていただきます。最後までご清聴ご声援ありがとうございました。それではまた来年までごきげんよう。ありがとうございました。